共産党には人の心がない安倍元首相銃撃事件の献花台の中止を要求し大炎上6日に共産党系の新日本夫人の会らが安倍元首相銃撃事件の献花台を中止させるために奈良市や警察に対して道路使用許可を取り消すよう要求してしまい人の心がないなどとの批判が殺到し大炎上してしまっております。 まあこちら、まあ、共産党に行ってもなというところもございますが、まあ、あの事件からもう1年経ってしまったんだなと感じてしまいますけれどもすでに自民党側が道路使用許可を取得しており花を手向けたいという方もいらっしゃるものと思われますので奈良市や警察には共産党の圧力に屈することなく粛々と献花台の設置に 協力していただくようにお願いいたします以上になりますご静聴いただきありがとうございました